はい、皆さんいらっしゃいませ、すみちゃんのねバーでございます。ということで、先週情緒不安定でね、少しねサブチャンネルを、出したんですが、一つ訂正がありまして、多分ね園田瓶の赤はね、多分あんまり活動しませんっていうのも、ゲーム赤歌ってみた赤っていうのを、またあの新規一点で、ゼロからスタートしておりまして、全く別物の、メールアドレスから開始しておりますので、ゼロの状態でスタートさせていただいております。で、まあ、これからどういう風になるか分かりませんが、このチャンネル著しくゲームとかねラジオ系とかね、視聴率低いのでございまして、まあうちもね、あの正直、まあ、旅一本かでやっていこうかなと思うんですけど、またそれに、サイドメニューとしてこのラジオをやっている感じで、このラジオは収益をねあまり目標ともしてないし、ただ私がベラベラと喋るような感じなんですが、まあこのラジオというものもですね、私の、好きなジャンルの一つでございまして、またゲームっていうのも好きなジャンル、歌ってみたっていうのも好きなジャンル、決して上手い下手とか関係なく、私が、ストレスを発散して現実逃避できるような、そんな感じで、もう自己満足ですけどね、やらせていただいてるんですけど、まあそういうようなチャンネルと、まあ旅と、ちょっと分離しようかなというふうには思っています。しかしながら、このすみちゃんのバーというものと情緒不安定というものは、やはりこの旅行関連のことも喋っておりますので、まあ切っても切れない腐れになりますので、多分水曜の20時30分は、枠として残させていただきます。ただ、ほとんどね、ごっそり向こう行っちゃうかもしれません、あのラジオ系は。はい、だから初失笑のね裏声とかのそういう感じの、やつはですね、もうちょっと向こうにお引越ししますので、知りたい方はですね個別に聞いていただければと思うんですが、まあまあなんていうのかな、ネットラジオっていうのもね、私の好きなジャンルの一つでございますということを先ほど言ったんですが、こちらでも、やらせていただきますし、でもう一個のアカウントの方ではかなり私と180度変わった喋り方でやっているので、ギャー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 うるさいので、どちらかというと旅行チャンネルの私ってすごく真面目だと思うんですよね。こんにちは、今日はどこどこのどこどこにいまして、今日はこの電車に乗りたいと思います、それではどうぞよろしくお願いいたしますとか言ってやってるんですけど、でも旅行チャンネルは旅行チャンネルで、やっぱりそういうはっちゃけるよりかは風景を見ていただきたいので、かしこまった喋り方という風になるんですが、ゲームチャンネルとかの方はもう本当口悪いですよねっていう感じで、やらせていただいております。で、名前も完全に別になっておりまして、多分探すっていうのがなかなか難しいと思いますので、まあ私このチャンネルでね宣伝することはまずないかなという風に思っておりますので、まあなんでかというと、このチャンネルはこのチャンネルでのコミュニティがあるし、向こうは向こうでのコミュニティがあるので、一緒にするとなんかまたねちょっとややこしいことになってしまう可能性もあるので、まあ全然分けて別名義でやりたいので、お客さんとかもリスナーさんも別名義でやろうというような感じなんですが、もしラジオをね聞きたいという方がいらっしゃったり、ゲームが見たいという方、多分このチャンネルあんまいないと思うんだけどなっていう方はですね、コメント欄とかにね、書いていただければ、コメント欄に書いたらもうバレるよね、繋がっちゃうよねっていう話なんで、じゃあ今ちょっと一言だけ言わせていただきます。これで終わりです。はい、じゃあ、そのチャンネル名はですね、いよたまっていうチャンネルをやっております。はい、終わりはい、ですのでね、ひらがなでね、検索してみたらね、多分ね、出てくると思います。で、私もそっちの方では歌ってみただとか、やらせていただいてもらってるし、まあつい先日3月1日から始めたので、まだ全然そんな視聴率とかそういうのもなくて、もうまだ何も定まってない状況で始まっているので、もしそういうようなね、チャンネルに来ていただけるのであれば、見ていただければと思います。で、ルセトちゃんの方はですね、やります。これはもうちょっとね、もう
やらなきゃいけないかなというふうに思っているので、まあ年内には動き出すとは思いますが、ちょっとこの3つのチャンネルでやるので、毎日毎日今あの鉄道の方、乗り物の方、旅行の方はね上がってるんですが、難しいことも結構出てくるかもしれませんので、ただできるだけ、メインチャンネルはこのチャンネルですので更新はしていきたいと思っております。基本的にお仕事もやっておりますし、まあ、多忙でございますけど、できる限り自分のね己の修行としてどこまでいけるかと、だいたい仕事をやり始めるとね更新頻度下がってしまうとかそんなもあるんですが、 YouTube って公開予約ってありますからね、そういうのでできるだけ動画をポイ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 作りまして、やっていきたいと思っております。なんていうのかな、 YouTube でそのお金をもらうとかそういうのではなくて、どこまで、挑戦できるか で自分の弱いとこっていうのも YouTube ですごい出てんの分かってるんですよ。テロップがねちょっと適当にしすぎだとか、あとはもうなんかあんまりリチェックしてないだとか、この辺りのシーンいらんやろとか、結構ね想像以上に自分をね思ったりしてるんですが、まあ反省はしませんっていう感じですね。まあ次につなげれるよう努力はしますが、それも一つ一つの私の、心の内で作った動画の一つですので、まあ誰が賛否両論で、言っても私は私の動画たちで、あまりにひどかったらまあ私もね納得いかないとは思うんですけど、まあ今のところはまあいいかなと思っております。まあ低評価もつけていただいてるし、高評価もつけていただいているので、すみちゃんのね旅日記としても、すごく嬉しいなという風な感じです。どちらかというと今低評価高評価を隠しておりますけど、高評価の方が実際多くて、もうなんていうのかな、高評価がね、去年とかだったらあんまなかったんですけど、もう10とか15は絶対言ってくれてるので、でまあ低評価ってねある時とない時とあるんですが、やっぱりね低評価は5以下とかねなったり、まあでも多い時は8とか9とかありますけど、でもねどっちも反映されてくれるのですごく嬉しいなというふうには思っております。だからなんかねもう皆さんにいろいろとねこう何かねやろうかなというふうに思ってたんですけど、まあ近鉄とかね近く走ってますんで、じゃあどうせならバゲ列車とか特集してみようかとかそういうふうに思っておるんですが、もうものすごく近鉄だらけになってしまって、もうちょっと、リスナーの皆さんにはね飽きてるかなというふうに思ったりもしますし、でやっぱり阪急とかね、南海はどうかなというふうに思ったりするんですけど、ところどころクッションでね JR だとか入れていきたいと思っておりますので、もう今青春18切符のシーズンでございますので、また青春18切符の旅を、するために、今旅行を計画中でございます。で、私の旅行というのは日帰りで、行って帰ってくるような動画ばっかりなので、今回も、コロナの状況もありますので日帰りで楽しめるような、ちょっと滞在できるような、感じで行きたいと思っているのと、またね日中時間帯でその何箇所回れるかみたいなこともやりたいので、まあ夜遅くならないように帰ってくるというようなことで、計画しております。いくら緊急事態宣言がね解除されたかといってもね、まだまだ侮れないと思いますので、日中時間帯でいろいろと、回りたいと思います。で企画はちょっとね桜の名所いくつ回れるかとか、あとはなんかこうどこまで行って帰ってこれるかとかね、そういう企画とかやったりしようかなと思ったりするし、でやっぱり皆さんね寝てね走ると思うんですが、うちのチャンネルって結構体の不自由な方とか、どこどこ行きたくても行けないという方が多かったりするので、そういう方を交えて、まあところどころ青春18切符の数回分は、まあ、1、2回分は車椅子の、方々が、行けるような、そのようなところも特集できたらなというふうに思います。で、そうですね、冬はねやっぱりね、ちょっと山陰とか行かせてもらったんですけど、春はやっぱり瀬戸内とかで、あとはもうちょっと山
山というか桜とかね、そっちの方とか綺麗ですので、そっちの方に行ってもいいかなと思うし、まあ せっかくの18切符ですので、まあどこでも JR 全線ね、新幹線以外特急列車以外だったら乗れるので、ちょっとハメ外してね四国行ってもいいかなというふうに思ったりもしますし、まあ状況に応じてね、まだちょっと計画段階でその5回分の内訳というものも考えておりませんが、やはり今のこの18切符のシーズンはですね、まあ視聴率取れるか取れないか分かりませんが、何か皆さんに旅を提供できたらなというふうに思います。まだねちょっとね、やっぱり緊急事態宣言が解除されてもしんどいなって、まだちょっと遠出するのはまだ怖いなっていう方もいらっしゃると思うので、まあその人の、ためにでもちょっとね、来年とかの旅行の参考にでもなればいいなというふうに思いますので、ぜひ行きたいと思っております。はい、で、まあこんなお話をしてたんですけど、まあ、そうですね、こういう状況になってきておりますのでですね、まあ、ホワイトデーとかも近づいてきてますけどね、先ほどね私呼吸チョコの、お話動画を撮って、で、今ね、このすみちゃんの場を収録しているわけなんですけど、まあちょっとこれを終わってからね、今度はゲーム実況に行かないといけないので、ちょっとややこしいなっていう形になっているんですけど、あんまりね時間がなくて、でもそれでもねやっぱりねやることはやらないといけないかなというふうに思ったりもするし、まあ、こっちのチャンネルはこっちのチャンネルでおもろいからね、やってるというような感じでございます。さあじゃあね、そうですね、過去7日間のデータを、ちょっとね恒例企画ですけど、いきましょうか。コメントはね多すぎてね、ちょっとね今回気になったやつが出てこなかったんですけど、ただコメントで一つね、ありがたいというか、このラジオに関連することが一つ来ておりまして、でちょっとそれをねまず、ご紹介しようかなというふうに思います。ちょっと待ってくださいね。どこだ。はい、ですね、お散歩森野さんからね、まあ1日前、まあ昨日一昨日のお話なんですけど、ネットラジオに惹かれてやってきましたと、軽快のトークで聞きやすかったですと裏声すごいですね、別人に聞こえましたという感じになりますけどもね、本当になんか裏声でね、別人に聞こえたというような感じで言ってくださるのはすごく心に染みております。頑張ります。はい、まあぜひね森野さんね、ネットラジオとかそっちの声でございましたらね、ゲームチャンネルの方にも来ていただいたら、もっと声がね、こっちは電車とかばっかりでちょっとつまんないかもしれないんですけど、声とかトークとかをね聞きに来たい方はゲームチャンネルの方に、お越しくださいませ、ありがとうございましたっていう話なんですけど、まあまあ本当にね、私もそこまでね、ゲームチャンネル伸びるとは思ってないので、まあまあゆっくりやろうかなというふうには思っておりますけど、とりあえずですね、森野さんありがとうございます。すごく、こういうふうに言ってくださるというものはね、嬉しいです。あ、そうそう、ゲームチャンネルね、今計画中なんですけど、一人二役桃太郎電鉄っていうのをやろうと思ってます。もうライブ配信ですよ、みたいなね感じなんですけど、もう何も収録なしでですね、実況で、2対1でコンピューターを叩きのめすっていうね、そのような、ゲームもしようかなというふうに思っております。ぜひね、見てってください。はい、お願いしますというお話です。はい、まあそのような感じで、お散歩森野さんありがとうございました。で、このね、ナイトドリーム更新じゃない、すみちゃんのバーはですね水曜日やっておりますのでね、ぜひ情緒不安定に変わって、やっておりますので、ぜひ聞きに行っていただければと思います。はい、というわけでね、さあ、恒例の、1週間のアナリティクスを見てみましょうか。さあ、どこだ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 。はい、過去7日間の1週間、はい、ランラランラ飛んで1週間ということでね、
収益はちょっとね見ません。はい。で、まあこの7日間、3月1日、2月23日から3月1日までのお話なんですけど、視聴回数は、低いですね。 1.8 万。これね、やっぱりやっぱ神さんの動画とかね、もういろんな大御所さんの動画にはもう到底低いんですが、チャンネル登録1000ちょいで 1.8 万って、まあ結構ある方ちゃうっていう、まだまだかなっていう風な感じにはなりますけど、私に関しては、うちのチャンネルに関してはまあ頑張ってんじゃないかなという風に思います、自分自身でね。まあこれからもっと頑張れっていう話なんですけど、総再生時間は 1674.4 時間らしいです。でチャンネル登録者は67人、1週間で増えていますっていうお話ですね。で、何が今ね、ブームかと、うちのチャンネルの内でね、やはりね、近鉄南大阪線の古市駅の動画が、すごいですね。日本一の造血解放ということでね、近鉄特急のね、動画とかもいいんですが、近鉄電車を語るにはこの古市駅に行ってくださいっていうお話です。なぜかというと、近鉄の、やっぱ看板列車ってね、火の鳥、アーバンライナー、島風、ビスタカ、まあいっぱいあると思いますけど、近鉄南大阪線って特急は桜ライナーっていう看板列車はありますけど、それでもやっぱり近鉄の、通勤電車がメインな路線な本線なんですよね。でやはり大阪難波とか上本町、京都、伊勢志摩とか結んでるような、そのような特急街道じゃないですけど、特急看板列車がいろいろ走ってるようなところっていうのは、まあもともと近鉄になる前の会社も違いまして、で、この古市駅の方は大阪鉄道大鉄と言われてたようなところが、開発していったり、まあ古市近辺は海洋鉄道だったかな、そのあたりがね、もう発祥して、まあそこから大阪鉄道大鉄とかね、いろいろ歴史をね、重ねていきまして今に至ってるんですが、こんだけ連結と、切り離しと化け列車と方向幕回転と、もうアホほどやる駅はここしかないと思います。で、まあ近鉄ですごいのは、まあ関空奇襲時快速、 JR 西日本のひねの駅で切り離しとかもうよくやってますけど、先頭車、関空奇襲時快速の関空快速と奇襲時快速の通り抜けってできないじゃないですか、車内に通り抜け。近鉄はできるんよ。で、それで、こうね、古市駅到着して、もうその連結部分をね、ガシャガシャガシャと やって、で、もうものの5分もかからないうちに切り離しを完了させてしまうというね、そのような感じでございますから、もう近鉄はすごいというような感じでございます。いや、まあね、そこまで、近鉄ね、すごいかというと、やはり、私は南大阪線を押しますのでね、古市駅というところは行っていただけたらいいなと思います。もう近鉄のね、ビギナーの方はね、ぜひ研修でここに行ってください。近鉄ファンのビギナーの方はもう古市駅の凄さは絶対わかると思いますんで、はい、もう本当でも近鉄電車っていいですよね。なんか昔ながらの電車がね、ずっと走ってますからね。もういろんなね、阪急とか阪神はどうかわかんないですけど、阪神もそうか、新しい車両がゴロ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 入っていく中で、近鉄ってね、もう通勤電車ね、全然新しいの入らないのよね。本当に十何年入ってないんじゃないかっていうぐらいね、やばいっすよっていうお話なんですね。まあそういうね、古市駅のお話もねありましてね、近鉄南大阪線ぜひ乗っていただければと思います。はい。2番目に多かったのが、急行伊勢中川行きの動画ですね。5時37分発大阪上本町を発車していく、急行伊勢中川行きの動画なんですが、つい先日ね、なんか始発動画を出された、シャケタビチャンネルさんでもね、5時40分鶴橋発の列車が映ってますけども、その列車ですね。でコメントでなんか、すごいなっていうような方をね、書いてるっていうのがね、見たので、私もね、ちょっと便乗して、シャケタビさんにはかなり申し訳なくて、私も迷ったんですけど、うちの動画を貼らせていただきました。
あのものすごく申し訳ないです。あの人のチャンネルのコメントに動画を貼るっていうのは私もあのこれはもう個人の価値観なんですけど、すっごい抵抗あるんですよ。だからあの今まであの動画を貼ったのはあんまりないです。もうあの本当人生この YouTube 人生で 1,2 回ぐらいだと思います。で、ですのでもう人の動画にあの自分の動画を売り込むっていうことは本当失礼なことだと私は自分自身で思ったので、あのあんまりやらないんですけどね、ですが、あまり悩んでいるようだったのでちょっとパッと貼らせていただきました。でこの伊勢中川駅のね列車はね名張から通勤通学列車に変わります。で、伊勢中川で名古屋からの、急行鳥羽行き、また大阪上本町方面からの、特急と追い抜き2本追い抜かれるんですが、その間に各駅停車の伊勢川駅に変わります。これのすごいところは、もうあの名張から先は高校生の通学列車の通学輸送になっております。ですので、中川でね急ぐ人はもう急行に乗ってくれと。でまあとりあえず急行が2つねあの線あの並行して走るんだったら、この大阪線系統の各駅停車もう通学列車になってるんだから、じゃああの山田線沿線っていうのは東松阪とかね明野とかね高校が結構あるみたいなんで、じゃあそこにどちら速達の普通を通せばいいやんっていうお話で、この伊勢川行きの普通列車で伊勢川までね基本先着しますので、すごいですよ。乗ったり降りたり通学の皆さん本当に陽さん乗ってるなっていうこの臨機応変さ。だってこれね大阪線系統だったら中川止まって次松阪伊勢市宇治山田伊勢川って行くんですけど、それをもう通学に帰ってまでこの臨機応変な対応する、近鉄さんっていうのはやはりねすごいですよね。で近鉄のすごいところっていうのは臨時列車もそうですし、まああのね近畿大学の受験のシーズンは急行長瀬に止まったりとかね、だ確かなんか名古屋市の方でも なんかね長島か長島なのかな、なんかなんかどっかは分からんけど、急行の臨時停車ありますよね。長島ってあったっけ分からないけど、なんかね、そんな感じで、やったりとか、まあ春の観光シーズンには葛城高原号だとかね快速急行桜号とか、お正月のシーズンは快速あの急行の海運号とか言って臨時急行を出したりとか、みかん狩りのシーズンには急行を上野大使駅に止めたりとか、ボタンのシーズンには大間寺二条神社口に臨時停車させたりとか、すごい、臨機応変に停車します。で例えばね他にも大阪線で言えば紫陽花のシーズンだったら長谷寺とかね急行と今はもうあれか、急行各駅だもんね。なんか長谷寺臨時停車の時代とかあったような気がしますけども、各駅停車だからそれはもうなくなっちゃったのかな、うーんっていうような、時代もありましたし、結構ね臨機応変にね臨時停車を計画してくださるし、こうやって多分 JR の西日本ってご利用のお客様に応じてって言っても、あれね裏ねおそらくねコストと利益しか見てないです。でデータですね。でも実際近鉄っていうのはデータもそうだと思いますけど、ここはちゃんとした通勤通学で、多分ね周りのね建物とかその学校教育機関とかちゃんと見てダイヤを組んでるんだなっていう風に私は思います。だから車で行くよりも近鉄で行った方が逆に便利っていう時がありまして、本当になんか近鉄のその対応というか、その古市駅もそうなんですけど、もう車両をいかに有効活用して人をね、運んでいくかというような感じで、これはもう鉄道会社さんでは近鉄がやっぱり、最強じゃないかなというふうに思います。JR 西日本とかね言っちゃ悪いんですけど、本当に利益とコストしか見てなくて減便ばっかりされるので、丹波寺快速とかねすっごく不便なんですよ正直。ご利用のお客様に応じてって言ってますけど、お客様のニーズに合わせとか言ってますけど、丹波寺快速を区間快速に変えられて、川西池田から各駅に止まった三田から先の便はたまったもんじゃないと思いますよ本当に。笹山口の人とかね、じゃあ特急コウノトリ乗れって言いますけど、特急コウノトリってそんなね本数ないじゃないですか、やっぱ丹波寺快速に比べると。だから丹波寺快速
速が結果的に大阪までね、あの区間快速が先に着きますとかなった場合って区間快速乗るけども、ものすごくね、あの時間かかってイライラしますよね。だから多分おそらく、うん、宝塚の人とかはね、あの別にいいと思いますけど、阪急もあるしね。だけどその宝塚に合わせてダイヤを変えるのはやめていただきたいなというふうに思ったりとか、で尼崎とかでもたまにあるんですよ。区間快速やから塚口止まるわって思って乗ったら塚口通過してたとかね、あのいうやつも、たまにいらっしゃいます。あのホームが違うんですけどね、同じ区間快速でも止まる止まらんとかあるんであれば、まあちょっとねそれもあの改善していただけたらいいと思うし、まあコロナだからね夜あれだと思うんですけど、あの丹波寺快速のあのダイヤの改正はちょっといただけないなと私は福知山沿線民からすると思っております。はい、便利になったって言ってもね、逆に福知山線の快速とかね止まりすぎじゃないですか。尼崎出て、伊丹ね、川西池田中山寺、もうこっからしばらくね宝塚とかまで各駅でしょ、で西宮ラジオでしょ、でただでさえ止まりすぎなのに区間快速にされたらさ、川西池だから各駅ってお前っていう風な、もう飛ばす駅の方が少なすぎるっていうね感じですけど、まああのあんまりねあれなのかなっていう、阪急からお客さんを分取りたいだけなのかなという風に思うんですが、もうちょっとねダイヤの変え方っていうのはあるんじゃないかなという風に思ったりします。ほんとあのなんか、最近のまあ JR 東海っていうのはやっぱりね、新卒の採用とか維持してやっておりますけど、 JR はねなんか変な負の連鎖に入っていって、西日本も経営維持困難だとか廃線だとか言ってますけど、逆に違うなというふうに思ってなんか見てます。私はもっとなんか策があるんじゃないかなと。なんか鉄道、私もそのねあの会社にいたことありますけど、まあ上の方っていうのはもう鉄道だけではね利益は得れないんでみたいな感じでね言ってたりするようなとこもあるんですけど、あのまあ確かにそうなんですけど、本業は鉄道でしょっていう、だから鉄道でなんとかしようって思ってくれないと、やっぱりねえ、うちらとしては困るかな。でもまあ JR 高いしね、あれや新快速がどうのこうのとか言ってもやっぱりね、違うよねっていうお話まあまあ愚痴というか文句になりましたけどね、やっぱり、この最近の日本社会っていうのは資本主義というか、なんというかね、利益とコストばっかり追いかけてるような気がするなというふうに思います。なんかね寝台列車でも走らせてくれてのんびり行けるような旅を、じゃあ逆にね夜行バスから分取るような列車をね、つければいいねんと思って思うんですけど、やっぱりその辺は難しいんだろうなというふうに思います。貨物があるんだったらやりゃいいのにとか思いますけどねはい、でまあ3位はですね、近鉄南大阪線の下町各駅停車旅ですね。結構ね近鉄南大阪線の急行とか準急の全面展望とかはあるんですが、このね各駅停車のね旅っていうのはなかなかね少ないかな、あるんですよ、あるんですけど少ないなというふうに思ったので、撮らせていただきました。でこの、大阪の、各駅停車の旅、私もすごくこの、南大阪線の各駅停車には、思い入れがありまして、私も撮りたかったんです。で、私の実家は針中野でございますから、この列車、本当に、よく利用させていただいてたんですけど、本当に昔の、もっと10年前の針中野駅ってもっと人多かったですよ。今もうちょろいです。これ乗った時にこの時間でこんな少ないのって思ったんですよ。もう本当多かったんですよ、私の高校時代より下。なので針中野ってこんな廃れたのっていう風に思いました。まあ地下鉄谷町線が便利になってるっていうのもあるんでしょうけど、いや近鉄でドル箱だった駅がもう本当に落ちたなっていう風に思ったりもします。でもこの各駅停車っていうのはね、本当いろんなとこ結んでいただきいて、で、まあなんていうのかな、大阪阿部の橋からこう大阪の下町を、輸送して、で河内奄美だと阪南大学前とかね、
でこの辺りからね徐々に高校とかめっちゃ多いんですよ。八田とかもそうなんですよね。芸術短期大学とかありますからね、結構学校が多くて、で藤井寺となんかなったらまあ準急乗ると思うんですけど、時間があれば各駅停車で行く可能方もいると思うんですが、まああの IBU のねあの四天王寺ね大学ですっけ、まあありますので、まあ結構ね学生さんが乗るような路線かなというふうな感じで目をつけて、撮らせていただきました。でこの電車は、まあ特急と急行の優等列車の後、安倍の橋からね各駅停車って基本ね、分かりやすいのでそっちから言わせていただきますけど、特急または急行が出た後、その後1分後にすぐ出ます。でその1分後に出た後に、今川で、準急の通過待ちをして、でまた河内奄美かどっかで、なんか退避をして、で退避しないやつもあるんですけど、そこから次河内松原で今度は準急と、次の準急とですね、まあ接続を取って藤井寺に向かっていくという結構巧みなダイヤなんですよね。で近鉄の大阪線とか奈良線とかってすごくダイヤめちゃめちゃなんですけど、近鉄南大阪線のダイヤは等間隔になってるのでかなり、覚えやすい、ダイヤになってます。あのお昼間なんかね、もう本当に近鉄のダイヤっていうのはすごい分かりやすいので、この、南大阪線っていうのはもう暗記できるレベルで時刻表がすごいです。気になった方は大阪阿部の橋駅の、近鉄南大阪線の平日または土曜休日でも構いませんので、お昼のダイヤ見てください。もう覚えれますよ完全に。あこういうことかっていう風な、もうあの大阪上本町見た後これ見た後なんでこんなすっきりしてんねやろっていつも思うんですけどね。はい、で次が、南海片線ですね。これが下がりましたね。でも1911再生ということで1週間でそれぐらい見てんのかっていう話で、なんで片線ってあれなのかね、みんな淡島神社とか行きたいのかな、なんだろう、まあ片魚線とかね、言われておりますけど、結構ね南海の中でも、大手私鉄の中では一番最先端を走ってるのかな、そんな感じでして、結構ね歴史のあるところですし、まあすごいあれですよね、ローカルっていうようなところでのどかでいいなというようなところでは思います。で、この南海片線なんですけど、まあ、途中東松江とかねあるんですけど、私の知ってる和歌山県の、お友達なんかは松江って言ってますよね。松江じゃなくて松江って言ってますね。なんだそれはっていうと、よくよく考えれば大阪でも松屋町のこと抹茶町って言ってるようなもんかなというふうに思います。はい、まあ加田魚線ね、加田ねもうちょっとね淡島神社の近くまで線路伸ばしてほしいなというふうに思うんですけど、その行く道中にね安藤夏屋さんがあったりとかして、すごく私は好きだったりするところなんですが、淡島神社の、計参道の、手前にはお土産屋さんとご飯が食べれるところがあって、そこのしらす丼と貝めちゃめちゃうまいんで食べてください。はい、本当にね。で淡島神社はちょっと呪われそうですけど、すごくホラー好きの方はね行ってみると面白いと思います。はい、私もね動画上げてるんですけど、はい、次が、バスですね。都の内から尼崎に向かう、阪神尼崎に向かう23系統のバスなんですけど、まあこれは都の内からこう東園田八丁目を経て、で、阪急園田をぐるっと回って、また東園田八丁目から今度は南下していって弥生が丘とかそちらを通っていくやつですね。まあこのバスね、園田のねヘアピンカーブが一番の見せどころかなというふうに思うんですけど、あれはねほんとねすごいですよね。阪急の高架を軸にぐるーって回っていく、うまいよねって思う。あれ撮影しようかなって思うぐらい本当にねうまい。これ回っていく、いや本当ね、あれグランセフトオートだったらねバスこけてるよっていう話なんですけどね。はい、もうねでも阪神バスの尼崎市内線ね運転荒いけどね、おっちゃんたち優しいからねすごく私は好きですけどね。まあ中にはちょっとね怖い人もいますけど、すごく基本優しい人多いんで、
最近ね、その運転はやっぱり荒いですけど、やはりね、もうちょっとダイヤ考えてあげた方が運転手さん大変だろうなというふうには思います。バスの運転手さんって本当大変だと思いますよ。もう疲れやなっていうふうに思いますけどね。でもやっぱりね、あの電車とかだったら線路の上で決まったところなんですけど、まあ電車よりもイレギュラー多いじゃないですか。なんか工事やってたりとかさ、あの車線変更しなあかんとか、事故あったとかさ、なんか無謀に走られてきたとかさ、煽られたとか。バスの運転手さんって本当でもね、あのすごいなって思います。これでっかいやつをハンドル一つでね、ぐる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 って本当カーブ曲がったりとかね、すごいと思います。もうあの尊敬ですよ、ありがとうございますっていう話なんですけど、まあ次は6位ですね。近鉄南大阪吉野線急行の、吉野駅、これしぶといですね。まだ、再生が残ってると。で7位にランクインしたのが土曜休日朝発見の定期列車の大阪阿部野橋行きの大阪阿部野橋発、五星行き準急ですね。これ意外と知られてなかったみたいですね。で平日もね、ちょっとね探してみたらね、あるみたいなんで、ちょっとね今度ね調査しに行きたいと思います。はい。ですので、まあ、あのまたね、五星行きの準急平日版っていうのが出てくるかもしれませんが、まあ、平日はね結構ね学生さんたちがいるので、ちょっとあの撮影もね難しいかもしれませんが、古市駅でねどうなってるのかっていうのもね撮影をしてみたいなというふうには思っております。じっくり見たいんですが、やっぱりね朝のラッシュのね連結ってね撮影するのね結構ね一苦労なんですよね。ですので、まああのあんまりねそんなことを言ってると YouTube ね、あのできるできないとかになってくる問題もありますので、まあ一応ねちょっとねどんなものなのかっていうのもね確認したいので、ちょっと乗っていきたいと思います。できたらもうその場でねこの列車に目をつけて、まあ撮影できたらなというふうには思っております。近鉄がねほとんど占めておりますけど、次8位はね阪急電車です。乗り得列車の、特急用車両9300系。私ねこれ高槻市までね先着するじゃないですか。で高槻市の快速急行で、乗って、行くよりももう快速急行に1本抜かれるぐらいならこれで行くわっていうね感じでね、本当にねもうあのすごいね快適です。これめちゃめちゃ贅沢でしたよ。なのでね、まだ朝の早い時間帯なので、京都行っても暇を持て余す時間帯なので、まあ、これで優雅に行ってね京都のとこのマクドかスタバか何かねカフェでねお茶でもして京都散策始めるのもありかと思うし、まああの鞍馬とかねちょっとまた京都より先の方に行くとか伏見稲荷行くとかいう時にはかなり便利だと思いますよこれね。本当にあの一眠りもできるような時間、まあそんなに変わんないですよね。まあだいたい1時間ちょいかなっていう風な感じですのでね。はい、9300件もね、あのなんか阪急の有料座席車両を入れるとか、新しい車両を作るのかなんか新聞で書いておりましたけど、私は阪急のね、イメージでやっていただけたらいいなと思うんですが、9300系ただでさえ今ね特急には女性専用車両ってあるじゃないですか。それにまたもう一両あの座席指定つけられたらたまったもんじゃないなというふうには個人的には思います。ですのでなんかね新しい車両を作るか、まあなんか嵐山線であの暇してるようなあのね6300系を再度復活させましてですね、なんかこうね、ライナーみたいな形で通勤車両みたいなのを作っていただけると楽しいかなというふうに。6300系でね、高槻市とか茨城市とかねあの特急とか乗るとなかなか座れないかもしれないんですけど、まあ特急のその先に行く形みたいな感じで先に行くっていうのもあれかなというふうに思うんですけど、大宮重曹ノンストップで走るライナーとかね、昔の特急みたいな。でまあ高槻市とか茨城市の方のねもう桂始発ぐらいにしてなんか座ってもらうチャンスを増やすとかいう風にしてみても面白いんじゃないかなと思うんですけど、まあ本当にあのなんていうのかな、高槻市茨城市からね昼間乗っても座れないもんね、もう立ってるよねっていうお話なんですけどね、もうなんせかわいそすぎるっていう。だからもう準急選らざるを得ないとかね、でもね準急ね結構時間かかるよねっていう風に思ったりするんですけど、特急準急の2本立てってねあまりにねかわいそうだなという風には思います。はい。で、まあこんな感じでですね、まあまあ
あれなんですよ、普通に、やっておりますけども、お時間の方が、やってまいりましたっていうお話なんですね。で、まあこのお話なんですけど、さらにですね、9位10位はですね、9位はもうあのゴミ収集車の、お話でございます。吉本新喜劇、これしぶといね、めっちゃしぶといなというふうに思っております。さらには、10位はですね、ご移動まで先着の普通名張行きに乗ってみたがっていうやつなんですが、これね、青山町行きに変わるというような列車でございました。はい、というわけでね、今日のすみちゃんのね、バーというものもね、いろいろとお話をさせていただきました。今回はですね、この辺りで終わっていきたいと思います。あれ1時間話してねえじゃんと思うんですが、ちょっとやることがね結構残っておりますのでね、今日はこの辺りで、ね、させていただきたいなと思います。それでは皆さん、良い週末じゃないですけど、まもなく週末が、木金過ごすとやってきますので、風邪ひかぬよう、花粉症にも負けないように、お過ごしくださいませ。ちょっとね、冷えたりね、暖かくなったりすごいと思いますのでね、体調管理だけはお気をつけくださいませ。それではご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。